ミルクミルクサカガネミノエマでございます。ノーミルク佐藤でございます。先生今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はこちらですと、2021と2022でサガン鳥栖のメンバーは変わったけど、どうやらデータが変化してないという噂でございます。あら、見ていきましょう。データ会でございます。すごい。なんだそれは。前半戦がそろそろ J1 終わりそうだっていうね、シーズンですけれども、まあよく考えたらサガン鳥栖さんはここね、なんか1年2年ぐらいちょっといろいろ大変な時期過ごしてらっしゃるじゃないですかと。そうですよね。あと開幕前も大丈夫なのかなみたいなね、話もありました、ね、今年も。そうなんですよね。しかしながら、はい、はい、見る若ではね、大丈夫だよって動画、作ってましたけれども、本当に大丈夫だったと。というところで、一体どんなデータがね、去年、今年のところで、行われているかね、披露されたのかっていうところ、いろいろ見ていこうかなと思っております。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、1枚目からいきましょう。こちらでございます。ドンと。こちらでございます。これですね、左側から見てなんですけれども、2021年のまずは前半戦ですね。そして左から2番目が2021年の後半戦、そして左から3番目のところが前半戦は半々ぐらいで区切った上って感じなんですが、2022年の序盤があって、中盤戦のところっていうところで4つの区切りにしておりますと。中盤は3試合7試合かな。もうすごいね。で見てみるとなんですけど、要は今最近の残してる鳥栖さんの成績って、いわゆる去年のね、サガン鳥栖のいわゆる一番そう勝ち点を稼いでた時期とほぼ同じぐらいの水準で動いているよというところでありました。まあいわゆる去年の昨年ね、すごかった時っていうのは、要は今シントトロイデンにいる林大地選手とか、当然ながらね、今清水とか、今アンダー21の日本代表にも行ってますけど、松岡大輝選手とかが鳥栖にいた時期っていうところも含めてですね。その後ね、夏を終わってさらに冬越えたところで、いっぱい移籍もあったけれども、その前のところではやっぱすごい選手たちいたよねってところと、今勝ち点が同じぐらいでございます。次のシートもご覧いただきましょう。こちらでございます。ドン。今度は勝ち点じゃなくて、得点と失点のところを見ていただこうと思いますと。なんで今度得点に至ってはというか、なんなら今までで一番いい時期が今、そうですね、 1.71 試合平均、すごい、そうなんです。でさらにこれの前とかのいわゆるシーズンとかまで行くと、最初数試合の得点が生まれなかったとかってシーズンもあったんですよね、鳥栖さんは。なんでそう考えるとやっぱりちょっと得点にオフェンスのところに関してはかなり入れ替わった後だけれども、今年のね、今の中盤戦の状態が今めちゃくちゃ取れてるってところがあったりしました。ですね。ディフェンスと目はちょっと最近ね、神戸さんとか、あと、ランダ戦、4対4の鹿島アントラーズ戦っていうのがあったので、ちょっと数字がね、高くなっちゃってますけど、だってもうちょいここを抑えられるのが、多分本当は鳥栖さんが思ってらっしゃる数値じゃないかなと思うので、そう考えると、自分たちの思う通りに一応ことは進んできてるんじゃないのかなというところでございます。で、やっぱこれが、やっぱりね、この数値って連綿とというか、川崎フロンターレさんとか見たり、こう、チームのメンバーがほぼ一緒でやるんであれば、監督も変わらずとか、だったらなんとなくわかるんですけれども、こちら見ていただきましょう。ドンと。一番左と一番右に立ってはもう何人入れ替わったんだっていう。ね、8人ですかね、入れ替わったのが。それでこれだけやってるってのが、ちょっと尋常じゃないなって、どこにはなってきてるかもしれませんね。そうですね。すごいことですよね。そうなんですよね、しかもね、やっぱりいろんなこう今いろんなメディアさんだとかでもね、鳥栖さんのは戦術記事とかも上がったりしてますけれども、例えばセンターバック3人の中に、パクユリグ選手が入って、両サイドのセンターバックがね、バッてワイドに開いて彼らがサイドバックになったりとか、E の選手は岩崎選手がさらに上がってね、ウィングバックとウィングを兼任してみたいなこととか、なかなかね、他のチームではできないことをやってらっしゃるってところもやっぱすごいですよね、というところでございます。ってことで、彼らが残してきたね、勝ち点とか得点失点のデータ、ここまで見てもらったので、じゃあさらにその一個手前というか、シュートとか、アタッキングサイドにどれぐらい入ったのとか、そんなところもちょっと見ていただくと、ちょっとより面白いかもしれない。で、こちら見ていただきましょう。ドンと。こちらでございます。こちらも先ほど出てきた4つのね、時期で分けてみたって形なんですが、黄色が一番良かったよっていうタイミングのものになりまして、ピンクが一番ね、悪かったものという形になっているんですよ。そしてやっぱ、これオフェンスのものですけど、一番右ですね。大金がやっぱり一番点も取れてるだけじゃなくて、枠内のシュートを入れることができて、やっぱ枠内にやっぱ入れることができてるっていうことは、やっぱりその手前のところですね、ペナルティーエリアにもいっぱい入ることができていますよってことがちょっと明らかになってきたかな、こういう感じです。なんで、もともとね、やっぱ人数的にとか入れ替わった人数も多いから、ちゃんとそういう連携って大丈夫なの、しかも、
キャンプが例年よりも短かったシーズンで他のチームもだいぶ苦戦してたってところがある中なので、相当だから戦術的なものをこうグッとこう締めてやらなかったらできなかったはずなんですが、トスさんはすごいそこがうまくいってたってことは言えるのかもしれないですね。なるほどね。これ黄色は良かったってことですよ。これ 4ステージの比較で一番良かったのは黄色にしてるってこと。黄色ですね。一番悪かったのはピンクにしてる。ピンクなんですよね。なるほど。はい。はい、なんで、だから序盤戦のところはまだ合ってなかった部分あるかもしれないけど、うん、フィットし続けてきて、良くなってきたってのが言えるのかもしれない。チームステージ別比率ってことですね。そういうことですね。はい、はい、はい。はい、うん。まあ、やっぱ入れ替わっただけのことはあるんだけども、それでもやっぱ去年のメンバーすら超えてきてるってのは今年のトスさんだよというところになってきているわけでございます。はい、はい、はい。そして続いてこのディフェンス面も見ていただきましょう。はい。黄色、ピンク等々に関しての意味は同じでございます。うん、こちらでございます。はい。こちらがディフェンス面といったところになりますが、こちらはやっぱね、去年の2021年、ね、目のメンバーの方がちょっと黄色のところがあったりだとか、うん、ってのはあるんですけど、うん、そして逆に一番右のところね、最近のものの方がディフェンスちょっとピンクが3つもついちゃってるよってのは、うん、あるんですけど、実はこの中盤戦7試合の中で、京都戦で3失点、神戸戦、鹿島戦でそれぞれ4失点っていうのが起こってしまって、うん、まあ、ある意味、それがあったがゆえに、このピンクがあっちゃったかなっていうのが、うん、ちょっと思うところではあります、はいはい。あと、ただ、実はその3試合で失点は食らってしまったんで、一番上のところはその 3試合のせいっていう言い方はできるんですが、実はその京都戦も神戸戦も鹿島戦も、自分たちのその陣内に、いわゆる入られた回数とかっていうのは、いわゆるこのね、平均並みぐらいのものしかなかったんです。うん。唯一言えば 0-0 で終わって、自分たちも勝ち点を得ることもできた、川崎フロンターレ戦でいっぱい、侵入されてシュート打たれたみたいなことがあったので、はい、それでもゼロで抑えたっていうことがあったりはするので、まあ、このねデータが全てじゃないってところもありますけれども、戦い方としてはこの4ステージで変わらずにやってるってことですか？ちょっと変わってきてる。そうですね、やっぱり去年昨シーズンのものと今シーズンのものではちょっとねフォーメーションだとかも変わったっていうのはあるかなというのもあるんですけど、それでもね、去年、やっぱキム・ミョンヒさんが残されてきたものと、河合健太監督が今、こう、プラスアルファしてきたってものっていうのがある感じになってるのかな。それがなんかミックスされたのが今年なのかなって感じ。ちゃんと積み上がってるし、結果も出てきてるってことなんですね。そうですね。なんで、だから、トスさんとしてはちょっと難しい表現になってしまうんですけど、今年もまただから他のチームたちからは、やっぱあのトスのメンバーいいよねっていう見られ方はするかもしれない。まあそうですね。うん。うん、でもか、いい、良すぎるからこそっていうのがまた難しいなっていうのはあるんですが。うんうん、はい。まただから後半戦、このね、サガンとスタがどんなサッカーだとか、どんなデータを残してくれるのかってことにも、うん、ご注目いただければいいのかなと思っております。すごいチームだってことが分かりました。そうですね。はい。トスさんでございました。はい。というわけでございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。毎日やってるんですよね。ミラーカーね。朝晩出してます。お昼にはね、サブワカで休み時間ラジオも出しております。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。お願いします。リアルライブも16、17、高円寺で行います。オンラインチームも発売中です。概要欄ご覧ください。井上真央でした。ノーミルクサットでした。どうもでした。ありがとうございました。